じゃあ行きますね。お願いします。じゃあいい丈短い服に合わせて、あ、見せちゃうんだ、いいですよね。あれすごい見せて、ラジオ体操。あ、なんでこの人は。これはサウナ柄ですね。田中克樹さんのサウナ柄ですね。顔どういう顔。そこはまあいいじゃない。この人は、あ、あ、これからサウナに行く。ヨガ。どうしてヨガ。あ、急に帽子が現れた。あ、おじさん。あ、これも勝木さんですね。小鳥がコマ撮りアニメになってる。そうすると、鳥好きだからね。コマ撮りを動画にしようと思ってもらってくれた。なるほど。あれ、元のやつ。あ、そうだ、おしゃれ系のやつだ、これ。おしゃれ。また、竹道服ね。ズボン破れ。破れかも。あ、どうしたの。あら、二人。あ、なんか。急にマンボウ。大好きなバラパッパパだ。これ私物のマンボウなの？あれ、なんかマンケー？あ、ジオジプ私物ね。コタさん、ちょっとコタさん見せすぎじゃない？大丈夫？塩川泉さんですね。塩川泉さんです。あら、これかわいい。サーケロックですね。おしもげんさんはさ、もうすっかりと腹よは治ったかね。治った顔してます。治った顔してる。治った顔してる。すごいしっとりしてる。すごいよ。しっとりだけど。洋服もなんかすごいね。これなんかしっとりかわいいよ。メルモちゃん。メルモが薬飲んでるところ。薬飲んでるところだね。ほら、こう言っちゃった。すごい。あんきれい。来た。ラグビー。ラグビー？にわかでごめん。ラグビー。なんか、ここに入れ方でしょ。入れ方ちょっと。ラフだね。ラフだ。ラフ。斬新だね。斬新。にわかそう。にわかな投げ方してた。あ、また来た、にわかな人が。トラさん、トラさん。何違う。あ、あれだ。なんかお腹で。違うよ、これブシャブシャ入れてる。にわかな感じする。トラさん、トラさんみたいな。トラさんスタイル。トラさん風。すごい伝わってる、それは。どうやって、どんどんやって。あ、かわいい。あ、なるほど、かわいいじゃん。アメリカのチアガール。チアガールだ。あと、いいね。かわいいよ。かわいい。飛んだ。飛んだ。アメリカのチアガール。ハラバキにも持つ。ああ、違う。あ、そう、これはね、本当にもう、これと、ハラバキに見えない。本当に。綺麗。お茶も持ってね。お茶がコーヒーか。タン。タン。早めだった。よろっとしちゃった。はい、あ、寒い。ペンギンだ、ペンギン。ペンギンね。あれもさ、すごいよね、3色で綺麗にさ、こうやって柄が出てる。これはペンギンの、湯村さんのペンギンです。みんなそれぞれ似合ってます。お、お、見せちゃう。ビヨビヨ。薄いやつ、ポチかな。ポチかね。これはレース編みのポチかもしれないですね。腹巻きに見えない。本当、見えない。夏はやっぱ、こんなこと。かわいい。挑んでる。なんだろう、演出が。あ、文学少女。これはね、マヤマックスさんのめちゃくちゃ古いやつです。バブミーテンダー。もう、糸が全然違う頃だよ。作ったの。その時のやつ。これはでも復刻したんだっけ？したんだっけ？糸これだもん。あ、読んでるよ。なんか。なんか読んだ。ハニカミがね。うん、ハニカミがね。あ、来た。あ、来た。あ、そうか、大福。あ、菊池亜希子さんの。菊池亜希子さんが好きだからね。大福。大福チラ見せ、かわいい。そうだね。おしゃれだね。これすごい人気あったよね。これね。びっくりしたよね。びっくりしたよね。最初柄にした時びっくりした。大福伸びてる。リアルだね、大福伸びてる。ね、食べてるみたいだね。ハニカミがやっぱりみんなハニカミがちだね。あ、また同じ人。あ、これはあれだ。山本優子さん。あ、山本優子さん。ね、割と近年のやつですね。帯みたいな。あ、足元も。レッグウォーマーもだったんですか。見えちゃいました。見えちゃいました。
ットです。かわいい。ちょっと和柄にも見えるね。和柄っぽい。素敵。いいですね。お、あ、これは和田誠さんの猫ちゃんですね。かわいいね。色綺麗だね。ね、ほんと。中に猫ちゃんがいるとね、高いですからね。そういうとか。そうだと思う。犬とかもいたね。犬と猫はそうそうそう。全然古い感じしないの。確かに。あ、来た。太陽。太陽の塔。後ろにあった太陽。やっぱ寝る時にもね。確かに。私も本当にずっとしてるよ。あれ？今もしてる。あ、うん？寝る時。腹巻きというもの。ああ、それは私も腹巻きというものがずっと、ね、ずっとお風呂以外の時間すべて。お風呂。私寝る時専門で。あ、やらさせてもらってますか。でずあ戻ってきたよ。あれおじさん。ああそうだおじさん。あ何どうしたの。あなんかポケットあドラちゃんがいた今ポケットにカイロを入れてくれてね。それ作者の意図です。そうだよね。ね中には薪があってそうそう外側が燃えてる。燃えてるんだよね。あかわいい。これも勝木さんですね。サウナエッセンシャル。サウナの時の袋持ってる。そうだね。洋服との色も本当だね。靴見コーディネート。靴見コーディネート。あ、伸びちゃった。伸びちゃった。整った顔。整ってるな。あ、ちっちゃい人たちが。ドラえもん。ドラちゃんが。ドラポケットに似合ったやつ。かわいいじゃん。楽しいよね、ポケットあると。かわいいじゃないの。ハッピータン。ハッピータンかな。ドラちゃんポケットすごいコラボだな。ね、本当だね。はけ方。はけ方。やっぱこれはもうね。あ、そうですね。初めてのマザー。そうですね。そうそう。右も左も分からなくてさ、調子がなんとかとか言ってね。そうそうそう言われて。大人が入ったばっかの。私がマザーを知らなさすぎて、土星さんになるゲームです。長田さんに何て名前って言われる。ちゃうがな、ね、お、これ何。これスプーンリチップス。これ今もやってる。あ、そうだ、スプーンリチップスの大名作。田口の大名作ですね。これはめちゃくちゃ使いやすいのを作ってほしいっつって半分無地で半分チェックっていうね。いいですね。ずっと人気だよね。上下どっちでもいけそう。そう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 。からの。からの。あ、三国さんのね、トラです。回るトラ。いいね。いいね。横からちなみに可愛い。素敵だね。おしゃれだね。そうだね。見えてもいい。恥ずかしかった。これ私アップデートだ。今そのパンは出てましたね。その感じでね。あ、あ、塩川さんのね。刺繍がちょっと入ってるやつじゃない？横尾さん。そうだ。あ、じゃあ横尾さんのだ。横尾さん？塩川さんと横尾さんのコラボ。掛け算です。めっちゃ人気あったよね。これタオルになってるやつではない？最終的だった。最終的に。そうだ。タオルにも行きました。おしゃれ。そう。可愛い。あ、あら。これは、はい、山下大。ぴったりしてる。ちょっと、お腹感がすごい。お腹ぴったりじゃないか。ぴったりだね。さあ、もうこれ。あ、いい人さ。ちょっと、いい人さ。やっぱ、痩せたね。今めっちゃ痩せた。あ、できましたよ。キリッとね。キリッとね。動きの綺麗だ。お腹は猫なの、やっぱり。そうね。これもめっちゃ可愛い。これもね。大人気だったじゃん。大人気です。ちっちゃい猫を持ってるね。猫じゃない。そう、猫ポーズ。やりきったか。やりきった。また同じ人来ちゃった。ミチャダラパー。これいいな。ミチャダラパーのね。未だに欲しい人いっぱいいる。確かに。ポーズさんもね。ハラヨア。いやいや。ハラヨアですからね。どうやら。どうやっちゃって。あ、ねんねんちゃん。おお、これはあれだ。セバスチャン。セバスチャンさん。ああ。これ、原宿って書いてある。原宿だ。東京。そうなんだ。原宿って書いてある。原宿。この子はね、セバスチャンさん。プロだ。働いて。かわいい、かわいい。かわいい。急に画面が華やかだね。
すっごい寒そうじゃない。日々の小杖さんのアルシーズも名作ですね。そうだね、カラバリもあるんです。かわいいね、これかわいい。大丈夫か。あ、これは多分美智子の柄じゃないかな。これ、かわいいコーディネート、黄色合わせて、黒もありますね。黒もあったね、美智子さんがデザインした。あ、V4、私これ持ってる持ってる。かわいいよね。かわいいでございます。大事に使ってます。そう、大事なものだよ。荒巻と犬はね、こう相性がいい。猫で私が私が言ってて、どっちもです、どっちもですね。自分の猫だった。中国の人かな。あ、これあれユーマのやつですよ。これさ、大津さん、大津さんだっけ。うんうん、いろんなこう未確認生命体がいっぱい。知らなかった、こんなのあった。あった、あの増田セバスチャンさんとかと同じ時期だよね。覚えてない。あ、これはおめめだ。知らんすぎて。スクールチェックじゃなくて、図書室が赤くない緑の図書館みたいなやつ。そうなんだ。図書室が緑の図書館、適当な名前でどっちもあるの。赤い図書室が終わった。急に終わった。どうですか、振り返ってみて。いっぱいありました。第三部のやつはすごいね。やっぱぴったり感がお腹のね雰囲気とぴったりでしたね。でもあったかそう。あったかそう、確かに。でも面白いグッズだよね。うん、いや本当にまさかこんなにずっと作られていくとは思わなかったよね。ニューカマー的には過去の振り返ってどうでした？何が一番可愛かったですか？でも大福私すごい好きで、なんか大福って散らば腹に散らばってるすごい斬新だなって、あのニューすごいびっくりしたのは覚えてます。そうだった。でも思ったのは、あのさ、お洋服の上に着てたじゃん、見せるのが可愛いからって。だけどコットンだから、はいはいはい、直接肌につけてもそうそうそう、もちろん、ね、快適でございます。プレゼントしたりとかすると、ね、チクチクしなくて肌触りが良くて気持ちいいっていう言葉は実際に届いておりますので、濡れないですしね。濡れないし、伸びのだらーんってなんない。うん、でもサイズのことをせっかくなら言うけど、あ、そうね、言ってやね、言ってやね。みんな F を買ってるけど、本当に F なのか。あ、小さめでいいですよね。私お腹出てるから大きめにしようっていう女性の心理はよくわかるけど、はいはいはい、サイズをちゃんと見て F はでかすぎるよって思って、そっから伸びるからね。そっから伸びるし、 S もだいぶ伸びるし、うん、F はもうほとんど妊婦さんがつけるぐらいの、うんうん、大体の女性は XS か、うん、S ぐらい。そうですね、そう思います。なんかこうきつすぎて入んないみたいなことがないってことですね、はい、もうすごい伸びるからね、うん、大丈夫。 F は本当に大きい人が、うん、自他ともに、うん、そうですね、うん、自信のある人じゃないで、うん、自信が、私は我こそ、我こそはつけてるの忘れてさ、お風呂屋さんとか行ってさ、腹巻き、最後腹巻きだけになったりする時ある。あるある。大丈夫、それ公開していいんだ。みんな見てっていう気持ちで私最後に残す。やばい人じゃん。ほらっつって。これで、ね、そう、これ誰かなんか言ってこないかな。怖くて喋れないこれ。の心地よさは、まあ、大前提で、そこに楽しさが乗ってるっていうのが、うん、その、うん、ほぼ日の腹巻きのいいところですよね。いいところですよ。自慢のポイントですよ。そうです、そうです。楽しさが乗ってます。じゃあみんなであったまろう。バイバーイ